え、ポコピーで来れるんかい。うーん、よく来たな。俺はクッパ城の見張り扉だ。怪しいやつを通さないのが俺の役目なんだ。見張り扉、喋るな。お前はマリオだな。ここを通りたいのか。この向こうに行きたいんだろう。もちろん。よし、それなら俺の前に立て。大丈夫？なんか横のやつちゃんと俺の前に立ってるな。よし、それじゃお前を通してやろう。え、おい、あ、回復できる。もしかしてこれさっきのとこかな、の中とか。ガッハッハッハ、引っかかったな。そこは脱出不可能な牢屋だ。お前はおとなしくそこでくたばってるがよい。まあ万が一ここまで戻ってくることができたなら、今度こそ通してやってもいいぞ。マジで？お前がそこから戻ってくるなんて無理に決まってるがな。ずーっとそこで震えているがよいわ。ガッハ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 。あ、そこピンキーで爆発できそうね。とりあえず HP 回復しとくか。ほら、多分これさっき見えとったとこやんね。マリオさん、助けに来てくれたんですね。マリオさんがきっと来てくれるって信じていました。ここにいるのはキノコ城で働いていたキノピオばかりです。ピーチ姫はここにはいらっしゃいません。別の場所に閉じ込められているんだと思います。マリオさん、早くピーチ姫を助けて差し上げてください。そのつもりだよ。パーティーの途中でキノコ城ごとさらわれてしまうなんて今でも信じられません。パーティーの途中やったんやっけ。ピーチ姫を連れ去るためとはいえここまでやるなんてクッパは恐ろしいやつです。マリオさん、きっとクッパを倒してくださいね。まあ、建物ごとさらわれるとは思わよね、さすがに。我々にもっと力があったらこんなことにはなりませんでした。ピーチ姫には何と言ってお詫びすればいいか。一刻も早くピーチ姫を助けて差し上げてください。そのつもりだよ。おー、マリオ殿、やはり来てくださったのですな。ご覧の通り情けないありさまです。ピーチ姫をさらわれてしまい、キノコ城もクッパの好きなようにされてしまっております。キノコ城にお仕えしておりながら何のお役にも立てず、あとはマリオ殿に頼るほかはありません。どうかピーチ姫だけでも助けて差し上げてください。いや、君たちも一緒に脱出しようよ。とりあえずピンキーね。いけー、一上がり。こんな壁なんて朝飯前よ。ノコブロスの鳥屋の壁よりずっと簡単だったわよ。あたいを連れてきて本当によかったわね。めっちゃ喋るやんね。開いたよ開いたよ。マリオさん、何もお役に立てませんが、マリオさんたちが無事でいますようにって星のせいにお願いします。みんな脱出しないの？マリオさん、早くピーチ姫を助けて差し上げてください。きっとマリオさんが来るのは待っておいでです。我々もお供したいのですが、どうやら足手まといになりそうです。まあ確かにそれは。でも君武器持ってるじゃないか。マリオさん、どうか気をつけてください。我々のことは心配いりません。クッパの手差しの隙を見てなんとか脱出します。まだ見張りがおるんかな、やっぱ外に。マリオ殿、きっとピーチ姫を助けて差し上げてください。頼みましたぞ。なんかこのこれ見よがしに置いとるこの木箱は何もないんかな。上に登ると見せかけてみたいなやつ。ビリビリした。めっちゃビリビリした。めちゃくちゃビリビリした。はっ、ハンマーでビリビリするのに体重で潰せるんすね。マリオってもしかしてなんかめっちゃ重い。お、なんか出てきた。スッキリドリンク、飲むとスッキリするドリンク、毒などを回復。まあいいかな。しとった。こっちは、なるほど、ここでなんか道具が補給できるみたいな。緊急キノコ、 HP が0になると自動的に HP が10回復。え、めっちゃいいやん。何が起こるかな。そっか、そんなもの持っとったな。どうしよう。あ、じゃあ赤い実をちょっとス
捨てるじゃなくてね、使うっていう選択肢も出てきてほしいよね。あ、セーブしときましょう。ここはバレたか。多分ジャンプはできんよね。できるんかな。いや、わからんけん、とりあえずバレット使った方が確実かな。痛ーい普通に繋がった時に渡っていった方がいいか、これは。よっ、オッケーオッケー。で、ここでバレット、もしかしてそれ沈む？あ、ほらやっぱり。あ、そこまで戻される？やめてよ。え、待って、今体力、あ、びっくりした、めっちゃ減ったと思った。30何本に見えたよ。やっぱ乗りっぱやったらめっちゃ減るんや。減るんじゃない、乗りっぱやったらめっちゃ沈むんや。でもこれさ、無理じゃね。あ、でもこれジャンプで渡っていける、もしかして。ポンポン、渡れるやんけ。くそ、無駄に体力を消耗してしまった。なんかスイッチある。え、これ出ていくん？あ、あれか、あのカメキか。カメキや、え、こっちかな。よしよしよし、何が起きた。あ、なんか来た、なんか来た。くっつくかな、こっちに。はい、来たー。え、カメキ大丈夫それ？落ちてないそれ。はい、え、ここは、この距離ってパレットでいける？いけるんかな？あ、いけた。え、これは？え、これは？カメキアタック届かんよね、これ。ピンキー？いや、でも、え、ピンキーいける、これ。全くいけんけど。え、待って待って待って、ほう、なんだ、どうすればいいんだこれ。え、ポコピーで来れるんかい。え、いけるやんけ。え、で、よいしょ。なんかあれやね、溶岩の上におった時めっちゃなんか嫌そうな顔。やっぱ熱いんかな。一段高いところにはいけんのよね、ポコピーは。よし、これはいけんやつやね。これはさすがにパレッタか、距離的に。え、これいけるか。うー、怖い。うわー、なんか結構、いや、そこまでギリギリではなかったか。でも多分ここジャンプでもいける気がするけど、まあ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 。え、ここはポコピーでいける？いや、いけんか？わからん。なんかそこにアイテムがあるけど。カメキ。無理やね。ポコピーか？ん？こっちに。あ、いける。
なるほどなるほど。でこっちはなんかアイテムいろいろあるけど、え、全く取れんの？あ、え、そこ、え、レサレサか？ここ多分レサレサで透明になるんじゃない？じゃないとめちゃくちゃ溶岩の滝をくぐっていくことに。恐ろしいね、多分これで。へえ、怖い怖い。丸焦げになる。で最後パレットかな、いけるか。あ、いけたいけた。ふう、いろんなこの能力を組み合わせねばいかん。ポコピーかな。こん中かな。ひー、熱そうだ。ほら、なんかちょっと眉間にシワ寄っとるやん、ポコピー。で、ほら、ニコニコになる。またなんか鍵が必要。ん？何か話し合いが行われている。あ、スイッチ。うわ、マリオのやつがこんなところに来やがった。こんな時どうするんだっけ？カメックボボ様は何て言ってたっけ？目の前にいるから聞きな。確か。何があってもスイッチにだけは触らせるなって。めっちゃ教えてくれる、あざーす。まさか、俺たちマリオと戦うのか？いい、俺たちやっつけられちゃうんだ。ひるむな、マリオがなんだ。なんとしてもここのスイッチをマリオに渡させてはならん。クッパ様が困ってもいいのか。マリオをやっつけろ。根性を見せてやるのだ。うおー、こうなったらやけくそだ。突撃ー。おー。うわ、カメックババもおるやないか。どうしよっかなどうしよっかな。まあ、なんか、多いけんさ。すげえ、これ全員。多いけんさ、もう使っていこうや。はい、力を抜いて。どうせまた回復ポイントあるある。大丈夫、大丈夫。さあこれで吹き飛ばし、雲隠れ、乱れ投げ、全体攻撃ね。いけ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 、はい、弱っ。カメックババには効くんだな。なになになに、防御力アップ、やめてよ、効かんなるやん、ゼロになるやん、それやばいって。やばいって。どうしよっかな、仲間チェンジするか。誰にする？ピンキー、ピンキーとかでいいんじゃない？ピンキーなの、全体攻撃で。へ、誰の攻撃も受け付けねえ。うわー、防御力アップしていくのやめてくれ。つらい。これ全体攻撃ならいいんやけどな。まあ使っていくか。ウルトラ爆発。A 連だね。オッケーオッケー。いけ！百パー！おお、いいぞいいぞ。これいけるかな？よし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 。フラワーポイントも増やしたいな、やっぱり。ね。これダメージ受ける？いや、受けないな。ひー、あ、そんなダメージ受けます。そっかそっかそっか。ってことは普通に受け取ったら、そっか、9やったんやな。よし、フラワーポイントをめちゃくちゃ消費した。まあでもこれで
スイッチオン。どうなる？あ、なくなった。なくなった件って直後のここを進むのはめちゃくちゃめちゃくちゃよろしくない気がするけど。あらら不思議、溶岩が冷えて固まっちゃったわ。これなら上を歩いても熱くなさそうよ。マリオ、これで先に進めるわね。マジ？おお。今ここ登ってきたんやっけ絶対熱いやろ。あ、これでもうあそこから全ての場所につながる溶岩が流れ寄ったってこと？そういうことか。なるほどね。あ、これでアイテムが取れるわけや。雷ドッカン、攻撃力5。どうしよう、何が起こるかな、ちょっと気になるもんな。あ、じゃあ雪やコンコンいらんか。何が起こるかな。2個目はまあいいや。さあこれでどこに行けるんだ。ちょ、私回復もしたいんだけど。ここポコピーで入ってったっけ。あ、違う場所か。あ、後ろの鍵をゲット。クッパ城の錠前を外せる。これで右奥にあった扉が開けるわけっすね。ね、どっか回復ポイントない？めっちゃ前の方かな、なんかそんな気がする。まあでももう溶岩がないんでスッとはいけるけど。え、てか敵もおらんくなった。ここがいけるようになってるけど。ほうほう、何がある？あ、緊急キノコ。いや、欲しいね。じゃあ普通にこのキノコ捨てとくか。捨てとくかっていうか使わせるよ、今回復にこれ正面入り口に行くんかな、もしかして。あ、外にやってきた。あ、ここに登れる？なるほどなるほど。あ、バッチやないこれ。寝顔のパワーのバッジをゲット。寝顔をするとき、スターパワーが普段より多く溜まるようになる。2つつけたら2つ分の効果あるんかな。寝顔のパワーってどれぐらいいるんやっけ。あ、1やん。なんか2個つけたけんって2個効果はないんかな。無駄になるかもしれんな、やめとくか。とりあえずやめとくか。回復ポイントはどこだ。まだ脱出してないの。もう見張りいないよ。脱出しなよねえ、せっかくの機会なのに。あ、そっか、あの牢屋の中か、回復があったので。出てきてここでセーブできるんやろ。よしよし、回復しまーす。みんな出なよ。セリフは変わらないんすね。じゃあもう一回ここでセーブしときまーす。よしよし、じゃあ次、あれか。扉、開けていきますか。もうなんかすごいひょいひょいいけるな。溶岩だけやもんね。ここでうわーってなったの。よしよし。溶岩がなくなったらもうスイスイだな。
あ、で、この突き当たりか？鍵が必要な扉、あったあった。はい、開けます。え、暗い。あかりん、何これ。別に普通に進める。なんかめっちゃ金色、悪趣味だな。うわーやだー、トゲトゲ。いやー、よし、ちょっとね、広い場所に乗いていただいて。上からジャンプか。いけーい。届かんかった全然届かんかった。え、これジャンプいけんのかな。じゃあここで一旦、まあ真っ暗になったとして、パレッタに交代。お、渡れたっぽい。はい、アカリーに戻ります。よしよしよし。んで、なんかめちゃくちゃ道が分かれてるけども。お、あっちにブロックがあるね。ちょっと一旦ブロック叩きに行こう。お、ん？パワーブロック。敵全体にダメージを2与える。ああなるほどね。そっかそっか。これ別にステージ上で使えるわけではなく、戦闘中に使うアイテムってことか。ん？こっちはこっちで道がない。またあそこでパレッタに交代するわけね。ちょ、広い道に出てきてください。はい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 。はい、もう一回。あよしよし。あれ？私、失うコインは何もないのか。あ、もうちょいギリギリで行った方が良かったな。いけるか？落ちそうな気がする。あ、いけたいけた。よかった。ね、あかりん持っとる時点で、もうちょい手前に行っとけばよかったね。まだ抜けないのか、暗いゾーン。ん？にゃなんかめちゃくちゃ道分かれまくっとんよね。やめていただきたい。あっちの上ブロックあったりするかな。あ、ある。じゃあめっちゃついてくるやん。やめて。いえ、来ないで。キラキラ落とし6か。あ、じゃあ雷ドッカンいらんやん。え、オッケー。ここ落ちれんのかい。もう一回拾ってしまうのめちゃくちゃ邪魔なんやけど。よしよし二人ともあっち行った。でここでまたパレッタに交代と。あ、落ちたよね今。ですよね。あ、違う違う違う。はい、暗闇で飛ぶのめちゃくちゃ嫌だな。渡れた。よし、はい、行きます。とりあえず明るい場所に出たい。これも行き止まり。ことはこれはこっちがつながってない。あ、今回はん、今回は一個以外何にもない道ってことか。ついてくんなよもうこれ下降りてもなんかバネあったよね。一回落ちてみるか。で、あっちから戻れるんやろ。へえ、やめてや。そんな先制攻撃するん君。結構削ってくる。
あ、これこっちが正解の道っぽいな。待って、じゃあちょっと一旦上行きたい。ね、違う方の道をちゃんと見ていきたい。ただの行き止まりとかある？ないわー。まあ、じゃあ行きますか。回復ポイント欲しいんですけど。素通りしてくるやつ。これで多分暗いとこ抜けたんじゃない？よし、オッケー。ってことで、じゃあ一旦、この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。あれやな、クッパに行くまでにさ、フラワーポイントも増やしときたいなとは思うんやけど、難しいかな。この辺敵めっちゃ強いよね。その辺の雑魚敵でも強いっていう。